受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、今日も過去問ですね。平成24年都立高校入試の社会大問1ということで入っていきたいと思います。都立高校入試の大問1、毎年、ここのところね、そうなんですけれども、地理、公民、歴史、それぞれ1問ずつ基本的な問題が出されてますよね。では早速問1から見ていきましょう。地理です。地形図出てますね。地形図が2枚出てまして、 A から B まで、これについてね、右の地形図のような形で経路を書きなさいという問題ですね。そしてヒントが PQRS、 それぞれの経路、どのようなものだったかと書いてあるわけですけれども、 PQRS の文章を読みながら、道を追っていきましょうという問題なんですが、まあちょっとね、見てもらえば分かるんですけど、 A から B ですね、もう見ただけでほとんど、失礼しました、 A から D までですね、ほとんどもうこの経路に決まりますよね。最短距離で行くだろうということが分かりますし、まあ遠回りをすればね、あえて違う道からも行けるわけですけれどもね、ぐるっと回って行ったりもできるわけですが、まあ常識的に考えて、まあこの道を行くだろうなと推測できるわけですよね。まあ四角1の問1ですし、そんなに難しい問題も出ないだろうなと、まあちょっとね、意地悪い判断をしてしまうと、まあこの経路だろうと黙ってても分かるわけですけれども、まあね、社会の場合はそんなにね、時間が足りなくなるということもありませんから、ここはね、的確に確実に PQRS、確認して、経路を決めていくというのが、重要ですね。では、P から見ていきますと、 A 点から交番の前を通過し、交番、こちらね、基本的な地図記号ですね、押さえておいてくださいね。交番の前を通過し南西方向に進むと、突き当たりにある学校の向こうに小田原城跡の小田原城天守閣の屋根が見えました。突き当たりの交差点を南東に進みましたということで、これが P。 では次 Q いきます。そのまま直進すると道幅が狭くなる道路につながる交差点が見えた。その交差点を南に進んだということで Q。 これね、皆さん、皆さん自身が小さくなってね、地図の上を歩いているような感覚でね、見てもらうといいのではないかと思いますね。それぞれね、交番が右手に見えましたとか、学校が正面に見えましたとかね、そのあたりのイメージがつかみやすくなると思いますね。上から見ているよりも実際に自分が中に入ったような感覚で見てあげる、これが重要ですよね。では次に R ですけれども、小田原城の堀に沿って進むと、堀に沿って歩道を進む途中に官公庁の建物が東側に見え、堀にかけられた橋が西側に見えたということで、堀、書かれてますよね。地図を見ますと、小田原城跡の周りね、水で囲まれているのが見えますね。その水で囲まれているところを見ながら進んでいくと、右側に官公庁が見えました。官公所が見えました。これですね、ちょっとマイナーな地図記号、あまり見ない地図記号であるかもしれないですけれども、まあ文章を読んでいけばね、あ、これ東側に見えてる、おそらくこれが観光所だろうなということで推測はできると思います。そして橋が見えますとあるわけですから、これね、まっすぐ進んだのだろうなと推測できますよね。で S です。 Q の交差点から 400m、 約 400m 進んだところ定時型、これね、T みたいな感じですよね。アルファベットの T、もしくはこの T の字ですね。定時型の交差点があった。その交差点を学校に沿って、西に進み、B 点に着いたということで、とことことこと歩いていきまして、西に進んで B 点に着きました。これね、回答の方、PQRS、これは書かなくていいですけれども、ここが S ですね。ここね、A から B まで、この矢印のラインをまっすぐにつないでいただければ回答になります。では問いの2です。公民の問題ですね。次の文章で述べているものを何というか漢字2字で書けということなんですが、重要なポイント、基準とする年を100とした指数で示しというのが、上から3行目に書いてますよね。
そして4行目、この指標の数値が上がり続けたり、カッコインフレーション、下がり続けたり、カッコデフレーションということでね、いわゆるインフレデフレというやつですよね。これらに関係する指標なんですかということで、物価ですよね。これももう知識として知っていなければ解けない問題ですけれども、インフレデフレといった言葉、もしくは物価といった言葉ね、基本ワードですのでしっかり押さえておきましょう。インフレの場合はどうなるのか。物価が上がり続けるのがインフレですよね。物が高くなり、なってしまうので、お金持っていても物が買えないよというのがインフレです。そしてデフレは、物の価格が下がることですね。今の日本、しばらく前までの日本、今もそうなんですかね、デフレと言われていますよね。物の価格がどんどん安くなる、例えばハンバーガーの値段が1個100円になったりとかしてましたよね。どん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 物の値段が安くなってくると、これがデフレです。では、問いの3に行きます。地図ありますね。あいうえとありまして、文章で示されているものが、どこの場所に当たるのかということで、2の文章を読んでいきますけれども、重要なポイントだけ見ますね。第1行目、最澄が開いた天台宗の拠点となる寺院。そして、3行目、織田信長による焼き討ちで破壊されと。ここ重要ですよね。織田信長による焼き討ちで破壊されということでも分かる人、まあ、戦国時代ね、結構ブームだったりしますので、詳しい人多いかと思うんですけれども、織田信長に焼き討ちされたのは比叡山ですね、延暦寺で。場所の方が井となります。これも場所はね、知識として覚えていないと解けない問題ですよね。しっかり把握しておきましょうね。で、平安仏教ね、今出ました比叡山延暦寺、そして最澄が開いたということでね、ここのところしっかり知識として覚えておかなければならない要素まとめましたので見ておきましょう。最澄が開いたのは天台宗です。そして比叡山の延暦寺、そして真言宗が空海ですよね。高野山の金剛峯寺ですね。天台宗最澄、比叡山延暦寺、真言宗空海、高野山金剛峯寺ということで、これはねしっかりとどっちが、どっちの最澄空海、どちらの人がどちらの宗派なのか、どちらの宗派を開いたのか、そしてどこの寺なのかというところ、しっかりと押さえておくようにしてください。以上で1番の解説終わります。